こんにちは、ギター講師の中田です。本日はリクエストをいただきました、橋本愛さんバージョンの木綿のハンカチーフの歌詞をしてほしいということで、今回はやってみたいと思います。この曲はですね、原曲がありまして、一応そちらのコードをもとに、橋本愛さんの The First Take ありますね。概要欄貼っておきますけど、こちらをですね、一応なんていうかな、参考にしつつ、こんな感じでやったらそれっぽくなるんじゃないかなっていう風な感じで解説していきたいかなと思います。一番最初、ドア玉ですね、めちゃめちゃこう、ピアノでね弾いてる楽曲ですから、まあ、ギターで弾き語るとなると同じようにメロディー弾きながらってやるのはちょっと難しいんですね。なのでちょっとね最初からちょっと僕がアレンジしたような弾き方にしてもらってそれっぽく弾ければいいかなと思ってます。で、あの尺はあと元々ある原曲を、参考にしてますっていうのはですね、あのなんていうかな、ちょっとこう細かい編曲が入ったりするんですね。例えば間奏が2小節、原曲が2小節なのが4小節や8小節伸びたりとか、あのただあのそういった工夫はですね、ギターでやるとちょっと違和感あるので、ピアノの美しい旋律があるからなんとなくいけるんだけどっていう風になるので、尺自体は元々の原曲の尺通りに取ってます。なので一応こんな風にアレンジできるよみたいな感じを、主な感じでこう話していきますので、ぜひね、なんていうかな、意見というか、あ、そんな風にも弾けるんだとか、そんなアレンジ自分もやってみようかなとか、そういう風な感じで受け取ってもらえたら非常に助かります。でですね、譜面が今、はい、こんな感じでね、出てると思うんですけれども、インスタ、そしてツイッターの方にね、譜面を上げておきますので、そちらをご覧いただきながら、今回の動画、見ていただければ非常にわかりやすくなっているかなと思います。ということでね、ちょっと前置き長くなってしまいましたが、解説していきたいと思います。ではですね、まずカポを2につけてもらって、パート A ですね、譜面上、パート A からちょっとやっていきます。パート A ですね、G メジャー7からスタートして C 音 G を繰り返すっていう風な下りなんですけど、G メジャー7ね、こういう感じの響き。で、ほんと原曲の速さだったらね、もうめちゃ速くて、これ G メジャー7じゃなくて G でもいいんですけど、こんな感じになってるんですけど、橋本愛さんバージョンは非常にスローになってて、まあゆっくりこんな感じでやっていくとちょっとそれっぽくなりますね。でちょっと B フラットっていうコード挟んで D、曲が始まるみたいな感じなんですけど、ちょっとパート A、流れの中でやってみましょうか。で最後この D、D サス 4D って書いてあるんですけどっていうメロディーをちょっと弾いてあげると、なんかそれっぽく原曲が入れると思います。とかでもいいんですけど、この1弦の2フレット、3フレット、そして5フレットっていう風に弾いてあげると、なんかちょっとそれっぽく入れると思います。で続いてパート B ですね。ここがまあ A メロっていう感じなんですけど、ここがですね、もう基本的にはずっと共通の、15小節になってますから、ちょっとね、一旦まずこんな感じで弾くのはどうだろうっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。パート B、A メロですね。コードに関しては詳しい解説しないので、押さえ方がわからない場合はスローで止めてもらったり、自分で調べてください。ではちょっとやってみましょう。君への奥
はい、こんな感じですね。はい。で、今やった右手は一つのパターンだと思ってください。基本的には今やったパターンで言うと、チャーン、チャーン、チャーみたいな感じで右手やってました。っていう感じでやりました。これ1個目のパターンだと思ってください。で、例えば他にもどんなアイデアがあればというと、一番最初の A メロ、一番最初のパート B はもっと伸ばすような感じでもいいと思います。例えば1、2、3、4、5、恋人よ僕は旅立つ、こんな感じでも全然いいと思います。で、他にもアイデアがあって、例えば右手をピックではなくて、アルペジオみたいな感じで、ちょっと軽快な感じにする。ワン、ツー、スリー、フォー。恋人よ、僕は旅立つ。こんな感じで、チャー、ウン、チャー、チャー、ウンっていう、ちょっとこう、ボディを叩くような音入れながら、こう、弾くっていうパターンもありだと思います。はい。で、他にもですね、通常のストロークな感じでやるのもありです。ゆっくりやると、やるのもありだと思います。で、こういった右手のパターンをいくつか用意しておいて、1番はこれ、2番はこれ、3番ではこれみたいな感じで弾ければいいかなって個人的には思ってます。はい。で、パート C ですね。ここがいいえあなた、まあ女性の方のね気持ちのところを歌ってる部分ですね。ではパート C ちょっと弾いてみたいと思います。また戻っていくって感じですね。ちょっとごめんなさい、途中で見せちゃいましたけど、コードをね。今も右手のパターンをいくつかこう用意しておくって感じですね。同じようにね、今、チャーン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 っていうパターンやりましたけど、例えば普通の通常のストローク。通常のチャー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 っていうストロークでやるっていうのも1個手だなと思います。はい。ね、先ほどパート B で教えたいくつかのストロークパターンや右手のパターンを駆使して何回かに分けてやっていくっていう風にするといいと思います。で、 Am 伸ばして、また D のを合図に繰り返して戻って、またパート B でまた戻るような感じですね。で、例えば、パート B、パート C を同じパターンでやったから2番は変えるとか、で、3番はこうやってちょっと激しくするとか、そういうふうな工夫をしていくと、原曲、一応それっぽくなるかなと思います。で、例えば、これ今、譜面の読み方をちょっと今解説するんですけど、パート A、パート B、パート C といったら、繰り返しで戻って、再びパート B ですね。パート P、またパート C とやりまして、今度は1カッコではなく2カッコ。パート C でいうと5段目の部分ですね。G メジャー7、C4、G、B フラット、D、D、サス4、D っていうくだり。これ、まあ、イントロのね、ところに似てるんですけど、ここに戻って、再びダルセーニョっていうので、またパート B に戻ってもらいます。で、パート B に戻って、再びパート C の、12小節目まで進んだら、2コーダっていうので、パート D に飛んでいただきます。で、パート D を2小節挟んで、パート E ですね。で、パート F、パート G と最後は普通に進んでいったら、曲としては終了ですね。で、このパート E だったり、パート F、まあ、感情的にはですね、お別れの方になっていくような感じの歌詞という感じになっているので、悲しくなってくるような場面で、例えばですけど、
1番、2番、3番は、ね、使わなかったアルペジオなんかを入れてあげるとちょっとそれっぽくなりますね。あと E だと思ってください。ちょっとアルペジオ入れながらとか、まあ、あとは Bmから Am7 に下るときに1個 Bb とかをちょっと挟んでおしゃれな感じの響きにしてみるとか、そういうのも全然ありだと思います。もうこの曲はですね、基本的なコード進行はずっと一緒なので、僕がもう散々この動画の中で解説しているアイデアですね、アイデアをたくさん持って、こんな感じでやったらどうだろう、こんな感じでやったらどうだろうっていう風にアレンジしていけるといいと思います。もともとね、この曲を作って、ピアノもね、ザ・ファーストテイクで弾いてる方が、まぁ、こんな感じで、こう、橋本愛さんは女優さんなので、男性、女性の気持ちを上手に歌い上げてるっていうふうに言ってたんですけど、そういうことをこう、意識して、ここはちょっと男性の歌詞を歌ってるような感じだから、あえてちょっと力強くとか、ここはちょっと女性なので、可憐な感じでとか、そういうふうに歌詞と物語をリンクさせて自分の右手でコントロールできるといいかなっていうふうには思ってます。で、コード進行に関しては基本原曲と一緒のような感じで弾ければいいかなと思ってます。ピアノの感じで一応コード取ったやつもあるんですけど、ちょっとね、ピアノの感じのコードで弾くとギターだとふわふわしすぎてちょっと歌いづらかったので、ちょっと今回は原曲のコードでやらさせていただきました。ではですね、最後にパート A、パート B、パート C という風な感じで、1番までを弾いた動画、最後にくっつけて、終わりにしたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。では最後、全部じゃないですね、1番まで弾いた動画です。どうぞ見てください。といった感じです。ちょっとね、アルペジオとかをちょっと工夫しながら、入れてみたりしてみたので、ぜひ参考にしてみてください。これをね、まあ、繰り返したりしていくだけで原曲としては完成していきますから、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということで、今回はリクエストをいただきました、モメのハンカチーフ、橋本愛さんバージョンですね、を、まあ、それっぽくできるように解説できたと思いますので、ぜひやってみてください。ということで、よかったと思っていただけたら、チャンネル登録、インスタグラム、ツイッター、ノートのフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。